急行地とせ線。急行地とせ線は、北海道中央バスが運行する急行バス路線。国道36号経由で、札幌市から北広島市、江庭市を経て、千歳市島で運行される。本校では、路線免許上で、関連のある新千歳空港連絡バス、同自動車道経由で運行された高速、千歳号についても記述する。北海道中央バスは、 第二次世界大戦が終わってから本格的に路線網の拡大に動き出した。札朝日線や急行札村線とほぼ同時期に札幌市とセに国道経由で路線バスを運行しようと1946年昭和21年4月運輸局に免許を請願した。しかし同時期に国鉄バスが札幌北広島へ庭間のバス路線を請願しており、 競合してしてまった国鉄バス側は札幌へ庭間で見ると鉄道路線と競合しているうちでの経由地がバス路線とは異なっていることを理由に中央バス側の請願を取り下げさせようとしてた当時の専務の判断によって同時期に請願していた長沼線札幌北広島長沼農産地である長沼までの買い出し客が期待できたというのを免許請願を取り下げることによって ようやく一万九千四百七十四月、千歳線を運行するのに必要な免許、北小東市豊平駅前、二次塚千歳間が降りた。九百四十五年、昭和二十年二月に、江別東別間の免許を取って、以来の免許獲得となった。千歳線が運行を開始した当初は、国道はまだ舗装されておらず、砂利道であった上に交通量も多かったので道路が、 壊れる事態が多発し、運行には苦労していた。変化が起きたのは1953年、昭和28年にアメリカ軍の指令によって国道36号が舗装されてからである。弾丸道路と呼ばれることになる。この舗装によって運行が安定することになる。その後、1950年代からは国鉄地と世線から乗客を奪うほどの流星を見せることになる。 1957年2月の新聞によると、国鉄が当時運賃を12%値上げしたことによって、千歳駅の定期外利用者数が1万人度減ったという。その代わりに30分おきに発車し、快適で運賃に差がない中央バスの千歳線に客が流れているとのことである。短距離はバス、遠距離は鉄道という住み分けができていた。 この路線を持っていることによって、日本航空がチャーターする千歳空港札幌間のバスを運行することになる。チャーターでの運行から後に単独運行への足がかりとなった。現在の新千歳空港連絡バスへとつながる。1984年、昭和59年時点で1日120往復。この当時は他に札幌ターミナル。 白洋大団地間の区間便も1日23便運行していた。現在は別路線化運行しており、1981年、昭和56年から1991年、平成3年にかけては、北広島インターチェンジ、エニワインターチェンジ間を高速道路経由で運行する便も存在していた、高速地とセ1994年、 平成6年10月の札幌市営地下鉄、放水室付の復旧延伸開業から半年後、急行地と世線が運行開始する。この後も若干の変更を経て、札幌ターミナル地と世間の急行便と、復旧駅地と世間の普通便という形態で運行され続けている。1990年代に入ってからは、だんだんと便数が減らされているとはいえ、 様々な派生路線を生み出しつつも札幌千歳間を国道経由で結ぶという基本を得ずに運行開始から60年以上の長きにわたって運行され続けてきている路線である。2006年、平成18年時点で1日、約2500人の利用客がある。2015年、平成27年4月1日現在、一部停留所の未記載、関連する系統である。 普通便も掲載する。約1時間35分。運行時間帯により異なる。市内線に用いられる中扉車で運行される。対局営業所、千歳営業所管轄。1951年、昭和26年に、千歳空港の民間使用が認められ、日本航空が東京国際空港との間に就航した。これに伴い、JAL との間で、 札幌千歳空港の旅客、手荷物輸送契約を締結し、ジャルビン利用者専用貸し切りバスとして、同年10月25日より運行を開始したのが、始まりである。輸送契約は1964年、昭和39年6月30日をもって解除し、翌7月1日より、路線バス、日光線として、独自運を開始した。1981年、 昭和56年3月より高速早草号の愛称を採用2002年頃まで使用現在は使われていない1989年平成元年10月には日光線の名称から貸切バス時代のウナジャル便利用者限定の誤解を受けないよう空港連絡バスに解消している1992年平成4年の JR 新千歳空港駅開業による影響を抑えるため、かつて、全日本空輸との提携により運行、停車停留所も異なり別の路線として運行していた、北斗交通と協調路線を取るようになり、段階的に、両社時刻表への時刻平気や、停車停留所の共通化が行われ、2002年、平成14年より、共通乗車券取扱いが開始された。両社とも運行する系統のに、 中央バス単独運行系統で、北斗交通の乗車券が、北斗交通単独運行系統で、中央バスの乗車券が使用できるようになり、利便性が向上している。2006年、平成18年3月より、札幌市内と千歳アウトレットモール、レラのアクセスとして、南千歳駅に停車開始し、空港アクセスに限らない利用促進を図っている。一部路線は、 札幌第一観光バスに運行を委託する。札幌都心直行系統は、2013年、平成25年7月1日より新千歳空港、新千歳空港 IC 北号 IC すすきの札幌駅で運行を開始。同年12月1日から2014年、平成26年3月31日までは冬季運休となった。2014年、 平成26年4月1日再開予定とされていたが同日のダイヤ改正でも設定されなかった。2016年平成28年7月1日より千歳 IC 札幌北 IC 経由に変更の上中島公園発着で再開設された。札幌都心系統の中島公園経由は廃止されプレミアホテル椿、すすきの経由に統一されている。 北斗交通が運行する新千歳空港連絡バスについては北斗交通新千歳空港連絡バスを参照されたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。